じゃあ、グリーンさんやければいいと思います。はい、じゃあ回してみますか。はい、はい、では、回しなさい。はい、ではお願いします。いきます。はい、よーい、音。好きなタイプ、カメラに向かって、まあ、好きなタイプ、まあ、黒髪ロング、色白、家事ができる。長い長い長い、お前でこんな尺稼げねえから。あの、家庭的な人ですね。家庭的。いや、占いもどっちにしろ1万3000で買ったり。やばいぞ、それすごい基準出してくれ、やばい。暑いぞ、お前。絶対売れ、絶対売れ。まあ、売らないけど。暇、お前。このこいつの一度所有したら手放したくないよ。ああ、でも、そうなんだよね。え、ないそれ言うて。いや、あるけど、別にさ、1万3000で買ってくれるんだったら、もう。入るのすごい。俺だけ、その、練習してるっていう、真面目な一面が出てしまいました。高いからね。くそ。エロさ全開ひも曲になっております。なんかみんなメンバー全員ちょっとあの養ってもらおうかなっていうファンの皆さんにっていう気持ちで見てもらえたら嬉しいです。そう、あのヤングスキーの曲の歌詞の意味理解してないんですよ。しかもひもと愛とか、あの全く僕から遠い存在なんで、こう遠くでボーンみたいな感じのテンション感で見てるんですね。あの僕もまあ紐になりたいんですけど、まあ、なかなかね、そう紐になれるような人じゃないんで、僕、まあ、ちょっとあの紐にさせてくれる人募集してます。あ、メイキングを楽しみにします。メイキングを楽しみにしてる。メイキングじゃここ入れないから。あ、そうか。 MV は結構近いから。本ちゃんもちろん楽しみにしてるけど。あ、そうか。見たかったな、生で。楽しみだな。あ、たまんねえんだろうな。やちやちなんだろうな。絶対するとこだよ。あ、これが邪魔の要因。ありがとうございました。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。めっちゃエロティックな感じに仕上がっております。What's up, people? アデュー。みたいな感じじゃなくてもいいんですけど、そうだな、想定はキスしそうだなっていう、しそうだなぐらいです。あの幸せにできる気がするかってなって、こうバンドとまあいろいろ壁になってみたいな。どうなるか。いきます、用意スタート。歌詞はもうあの冷静に読むとめちゃめちゃ本当に紐なんだなって思って、もうでも紐を養う母性を持って挑もうと思いました。まあ MV、 そうですね、まあでも紐とはいえど幸せな曲かなと思ってたんで、 MV になんかちょっとダメ男紐要素は垣間見えるんだけど、最終的に一本通して見終わった時に、あ、幸せだったな、綺麗だったなっていう MV がいいなと思ってて、ちょっとそういう感じをイメージして
いろいろ進んでほしい。めっちゃいいですね。はい、ありがとうございます。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 Thank you! Thank you! ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました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 。お前らこれ見て興奮してんじゃねえぞ。ありがとうございました。